マンフレーディは、ホーエンシュタウヘンのシチリア王。マンフレット、マンフレートとも呼ばれる。ローマ皇帝フリードリヒ2世と愛人である、ピエモンテ貴族、ビアンカランチアの間に生まれた。ハインディヒ7世、コンラート4世、サルデーニャ王、エンツアンティオキア公フリードリヒ3世以来のイボマッテ。1254年に、イボニー。 コンラードが死亡した際、後を継いだ王位のコンラディーノは、まだ幼く、ドイツに住居していたため、シチリア殺傷として、シチリア王領を実質支配した。1258年に、コンラディーノが死んだという誤報を受け、シチリア王位を継いだ。間もなく誤報であることが判明したが王位を譲らず、その後来たイタリア支配をめぐって、ローマ教皇と対立した。1266年、 ローマ教皇クレーメンス4世の妖精で、フランス王ルイ9世の弟、シャルル・ダンジューがイタリアに侵攻し、マンフレーディは、ベネベントの戦いで戦死した。シャルル・ダンジューは変わって、シチリア王位につくが、後に、シチリアの番頭が発生。続いて、マンフレーディの婿である、アラゴン王ペドロ3世に敗れて、シチリア党を失い、ナポリオ王国とシチリア王国の分立に至る。 マンフレーディの残された家族である2番目の妻ヘレナ、アンゲリナ・ドゥカイナとその間に生まれた子供たちは、祖父フリードリヒ2世が築いた、白カステル・デル・モンテに遊兵された、最初の囚人となった。1247年、サボヤ博アメデオ4世の、娘ベアトリーチェディ・サボヤと結婚し、一条設けた。エピロス先生後、ミカエル2世の娘ヘレナ・アンゲリナ・ドゥカイナと再婚し、 以下の指示を設けた。ありがとうございます。